昭子は平安時代から鎌倉時代にかけて武蔵国に割挙していた武士団の一つで武蔵七党の一角を占める小玉党を構成した氏族である。鎌倉時代初期に総領家は聖戦し、備中国の有力な国人となった。昭子は小玉党の中では旗頭を務めた。昭子の家紋は小玉氏と並び、城文を軍配団専門に かえもんは9つ割の3匹としている。小玉氏イコール小玉等の本州家4代目である小玉家広が現在の埼玉県本庄市栗崎の地に土着して小玉市から小子を名乗った。そのため小玉市、本庄市らと並び三氏は小玉等の本州価格と位置づけられている。有生寺には小子太郎が建て祭られている。うち、広市の二人の弟は 塩谷氏と富田氏を名乗ったため、少氏とは同族である。また、いえ、広氏の子息たちは、本城氏、与もだ氏、昼川氏、浅見氏などの子祖となった。小玉党の本州家五代目正太郎課長が、一の谷の戦いで、平重平を生け取りなどの武軍により、備中国小田軍、草壁省を賜った。後に、僧侶家として備中に移り渡り、 新ンポジに、また諸子家は、本願の地で、本保寺トを務めた。諸子家の少子のうち、地元に残った分家は、本城氏を名乗り、小玉党イコール、小玉少子の本州家を継いだ。そのため、本城氏は分家ではなく、実質的には、本州家である。課長は猿がかり以上を築き、横谷の五度井に館を構えた。やがていわゆる国人として、 次第に成長した備中将氏は南北朝時代の動乱に際して細川氏の指揮下で一層勢力を伸長させた室町時代には一門のうち僧侶は慶長、家内州に諸留下も備中国守護台を出すなど重きをなした戦国時代には備中国戦乱の主役となる少子後に保田氏の養子となる微中将氏の系譜については植木成行による 研究成果をもとに、一部を抜粋したものを記載する。親子慶順左衛門の四郎。四郎入道としみつ。また四郎するが入道兵衛四郎。来助四郎二郎するが守るがい、入道栄三、ええ、つる。佐都市中四郎二郎するが守るがい入道道道三つる。ホッケ。元助伊豆守助長海守小則士。春氏兵庫助衛門氏心境、号久氏 元助白太郎植木秀長。ためし、秀助試しゃ伊い実金。高助保板元助。勝士、保板元清。僧侶家、西家植木屋。昭春氏については、元助の弟にあてている資料もある。昭氏は、鎌倉時代初期に生戦した後、南北朝期にはすでに、備中国を本拠とする有力な国人に成長していたと考えられる。 小助夫さは、久保屋軍の高山に城を構え、現行の変では、北条中時に従うが、安藤元マロらと共に、現行三年大御国の番屋で討ち死にしたとある。志士は、天皇方となり、五代醐天皇戦場山へ臨行の際には、戦時を報じて参上し、やがて上落を成し遂げた。ここに登場する、小坂、河村は、 浅口郡内の里であり、織田郡に隣接していることから少子の所流化、縁者であった可能性が高い。また新壁は幸い山の近隣の地である。同様になり合いは、三村氏の勢力圏であったことから、同族と類推される。須山氏は織田郡南西部の土豪とされる。那須氏は那須与一で有名をとどかせた一族である。しかし、五代醐天皇による圏務の申請は、 数年で崩壊し、南北朝時代の動乱を迎えるのである。山陽道は、九州から機内を目指す、諸勢力の拠点確保がなされるため、南北朝期にも多くの戦乱の場となっている。微中南部を活動の場とする少子も、当然ながらこの動乱には、無関係であるとはいかず、その中で、重労死郎死亡は、細川剣士に属したようである。剣士は、官能の上乱では、 いとこのよりはるが、足利高氏に従う一方で、足利忠義側に組みして高氏と敵対し、やがて再び基準するなどしている。文奈二年、市政は南朝に出資して、北畠近草に従い、足利高氏、ロナのらと、しばしば合戦し、その軍港に感情を賜っている。しかし、金剛を自分所にある12月21日宇宙弁番金後寺でらそ中。 との記録では、どうやら、南朝方によって、本拠とされる、織田軍、草壁省西方寺島職を没収されているようである。少子は、幕府方であったためと思われる措置であるが、その後も、織田軍が活動の拠点であったことは、容易に想像される。また、以後幕府法であることは一貫しており、前後して、細川氏とのつながりを強めた可能性は高いしている。なお当初、 ただ冬勢が備中を席巻しており、津山市は当初部への筆足を余儀なくされ、また少子も私服の時期であったようである。やがて少、駿河郎次郎来助の名が官僚、細川頼元機官として登場する。さて少、また四郎、少駿河入道らの幕府の領主としての活動を示す資料が以下にある。幕府は現地の有力者を 領主とするのが一般的なので、少子が備中国内で施設巡行に携わるのは意外ではないが、山城国内においてもそれに携わっていることからは、おそらく幕府の方向集団の部行職についていた可能性も考えられる。備中国から方向集としての名が見受けられるのは、須山、伊勢、丹治村である。官能元年、備中国では、 秋葉備中神が死後に任命されている。秋葉氏は上級の乱を契機に浮かん座と本拠地としていた。すなわち備中東北部に活動の拠点があり、鬼別神社社務を務めるなどして、少子とは重ならない勢力圏を形成していた。細川頼行は1356年頃に秋葉氏に代わり備中死後となった。秋葉の名はその後慶長か内衆に連なるようになる。 室町期の守護は、支配力強化の手段として、国画の実行支配を推し進めることがあったが、頼行も、備中の依然広大な国画に介入し、これを支配下に収めていった。後に、備中守護には、頼行の末帝、万氏を外する細川氏の一族が認じられ、大衆により、備中守護家と称されるようになった。ただ、慶長屋の支配体制は維持されたままであったようで、 守護川守護県に基づいて残された荘園にあるいは直轄領などに経済基盤を置かざるを得なかったようである。また、欧米14年に細川密国が鴨山城を領有しており、これは備中国浅口軍を文軍とする野州家の経営拠点となっていたと思われる。鎌倉時代にはこのようにやや多元的な支配構造は、 一般的であったとは思われるが、備中では一門の利害が複雑に交差する場合もあり、室町時代の守護下による一円的な支配基盤としては脆弱であったと言わざるを得ない。さらに、戦国時代への移行期には後継問題も加わり、その守護両国政は大きく揺らぐことになる。警庁や悲観として最初に確認できる人物は前述の将、鶴が白うらいであり、 そして以降、ライスケイコウ、小十郎三郎、小四郎二郎、小、伊豆守元助、小四郎二郎春子他の名が確認できる。一方、備中四五化飛館としては、大永六年から干渉五年にかけて、障害入道、小、品野守、小、伊豆も守、小東江文城、小右京助京京らの名が見える。例えば、大永三十三年正月。 キビ宮聖殿五千宮次第に、シャム細川ジ部所有剣主語、シャム大障害入道、ミ石川豊風入道ことぶ器量、大感動剣主語大とある。このジ部所有は、備中チウ語、細川よりしげに否定でき、障害入道らは主語大に否定できる。ここで、小、石川良氏は、並記されており、独特の主語大平律も示唆される。ほら、松字文書には、 草壁省内の、ほら松寺に対する、少子一族の寄進状が散見される。時代が下った後にも、草壁省内の下地を寄進していることを示す、寄進状がある。また、慶長や悲観として、名の見える、伊豆守省、元助署名のものもある。すなわち、ほら松寺は、慶長や悲観となったもの、備中守護化悲観となったものを含め少子、 一族全体の菩提寺とされているのであるが、主家をことにしてはいても、なお、少子一門としての結びつきは強かったものと推定される。ちなみに、慶長や悲観と、備中守護家内衆で同性のものが見受けられるのは、少子の玉枝氏、上野氏、斎藤氏らである。ところで、歴史的背景も作用し、東西では、武士団の形成、意識にも差異が認められたようである。 行政単位については、東国、九州中南部で、軍、上、院が基本単位とされ、これら自体が小となった。これに対し上記を除く、いわゆる西国では、軍が朝税単位としてはさほど機能せず、より小規模の里が中心となり、これが小に転化したとされる。同じ小でも、西国の方が小規模であることが多い。鎌倉時代には、東国語家人は、 将軍の家人として一族の総領が将軍に直接に名簿を提出して、建山の儀式を行い主従関係を結ぶ。西国では一つの軍内に別流の領主が存在し、総領は軍内の有力な領主の扱いであった。将軍には守護が国内のご家人となるべき人々の名前を名簿として提出し、京都大番役も一族を単位として勤任するのではなく、 主語に引きられて国ごとに勤務するのが西国御家人の特徴であった。東国においては広大な軍を請け負い管理し得るだけの実力を持った豪族的な武士が諸国に存在し、一族の総領はこうした軍内に散在する諸子たちを引き、一族を単位として先人に加わった。田畑については当時の生産力に関する評価やそれに伴う 人口密度の評価が必要だが、東西での意識には相当の差があったものとは思われる。また、中国地方を例に挙げると、聖戦御家人の多くは彼ら同士で縁組をなすことを続けるなど、物質的、精神的な側面から支え合った可能性も指摘できうる。室町期の少子は、慶長や備中守護化双方に悲観を出していた氏族で、その期間も重複していると言える。 この詳細については、慶長や内氏体制で論じることが妥当とは思われるが、両家の中退となり得た氏族と言える。他にも、天宮や泉下守護下にも、小生の者がいたようである。少子は、いわゆる室町期の守護の悲観化により、細川氏との結びつきを強くしたと思われる。しかしこの場合の悲観化は、当初の権威者である慶長屋が行ったものである。そして、 明徳三年頃に守護代として、細川万氏が、備中国に入部し、その後守護を代襲した備中守護家にも、悲観を出するようになったようである。応仁文明の乱の影響が、全国に及んだ守護、細川勝久の時代、備中でも、国内を二分する兵乱が起きた。この兵乱の主役となったのは、慶長家内州であった、伊豆守省元助である。元助は応仁 文明の乱の最中、文明三年、貧乏、品地軍、柏村で、西軍、宮市と戦いて助長を失うなど、東軍、細川氏の利害に準じた行動をしている。また元助は、秋の東軍、小早川広市平と、ビンゴの西軍、宮田京子と、旧、若狭守らとの講和の仲介者となるなどしている。しかし時代はおり、炎徳三年十月、 長本助は、ビ貧乏衆、美前、松田勢におり憲を頼むと、微中守護法の蔵に打ち入り、守護の老頭、悲観、五百余人を打ち取った。ここに、微中大合戦と呼ばれる戦乱が始まったのである。これに先立つ、文明十一年十二月、官僚、細川正元が、一宮宮内大輔不死により拉致される事態が、生じた。翌文明十二年三月、 正本は、一宮県庁により救出され、正本助は、慶長家内州安富元やらと共に、丹波に発行し、一宮府市を倒滅したことにより一応の解決を見る。しかし後に、正本からの感情をめぐり、元家とは激しく対立した。この後、正本助は、備中に下校し、春氏が慶での少子の活動の中心となったようである。さらに、炎徳2年6月に、 日中壁号の大観色をめぐって、安富新米城と争ったとの記録もある。両者の間には度重なる因縁が生じており、さらに在地の守護機関とも確執が生じていたことも、想像される状況では、小、本助の行動は、本格的な反乱を意図するものではなく、鬱憤晴らしに近いものであった可能性も推測される。 同年11月10日、新発備中退辞賞伊塚美を暇のこと12月2日、勝久新発、との記事がある。在京していた勝久は、翌年の明王元年に軍勢を引き連れて、備中に入国し、備前の延平を受け、小元助らと合戦に及び、これを打ち破った。遠徳4年4月6日の記載では、元助社長没落。元助にした、 高材五郎材門上は切腹の天末となった。勝久は、元助らを、一旦は国外へ追い出したが、少子一門や彼らに組みする、者たちは侮などりがたく、六月頃両者は講和したようで、ある。そして、勝久は、乱後の陳部に勤めていたようだが、明王二年頃に死去したようである。勝久は後継に、あわ五ごから細川しげの自死であるの勝を、迎えていたが、 これかちは、長京2年の実刑、正幸の死去により阿波守護家の家督を継ぎ、遠徳3年6月には、将軍、足利義材より一時を与えられて義春と、称している。備中守護家の後継には、細川春高森が就任したようである。元助の子、小兵五助は、半道家仕事、結びや税拡大に重点を置いたようである。は悲を、 横領し、元助ら慶長や悲観とは対立を深めたようである。正元は慶長やの備中国悲観に対して自重するような意の手紙を出している。明王三年、元助らはついに兵を起こし、戦乱が再開された。元助は、右京町を痛め悲観人と称し、岩見、秋、数王の国人の合力を取り付けると、いよいよ派遣争いの様相を帯びた戦乱に発展し、 混乱は続いた。その元助は、文紀2年7月頃に死去したらしく、戦乱は、下火となったようで、永生8年頃までには、吉春の子の持ちが、備中守護を兼ねる形で混乱は、収束に向かったようだが、翌9年に、これ持ちは死去している。これ以前に、備中守護家総電量の安土上は見受けられず、事実上備中守護家は断絶したものと考えて、 差し支えないと思われる。守護下の断絶は、兵庫助の権力基盤の消失を意味し、これを機に、総領の地位は北家に移ったものと思われる。以後、備中では、中性的権威は大いに衰え、有力国人勢力が台頭してくるのである。ところで、永正4年に、将軍職を追われていた、足利義種をいただき、大内義沖が、中国、九州勢を率いて、 上落を開始すると、やがて、細川正元の養子の一人、高国はこれに抗し、永正五年春に共に入居した。これにより、将軍、足利義澄は追放され、吉種が将軍に復職、高国は官僚に就任し、そして、吉岡は官僚代として、幕政を執行した。ただ、これを維持するために義岡の在京は長期に及び、参集した諸子は、 経済的に、また両国統制にも、急激に困窮することになった。この過程の中で、野州家の細川正春が、備中仕事となったが、戦国時代においてはすでに仕事としての実験はなく、備中は守護代であった、少子、石川氏、また少子との連携を深めていた三村氏ら国人衆が、それぞれ拡挙する状況であった。これを助長したのは、慶長やのみならず、大内氏。 さらには歯を競う甘氏らの介入が続いたことによる。小ためしの時代に、備中少子は最盛期を迎えたと言って良いと思われる。ためしは、上記系図によると、ホッケの出身であり、祖父、九氏、その兄弟、京京らは守護代を務めている。この僧侶家の交代が一門衆の内部要員か、慶長屋の影響力行使かどうかは不明であるが、協力4年頃には、 完了か細川春元とは、対立が深まっている。天文二年になると、試しは、出雲の天子氏と結んだ。そして、少子一門である、植木秀長の協力により、松山城の上の頼氏を打ち破り、拠点とし、諸子と隕石を結ぶと、備中では抜きんでた存在となる。試しは、備中神を称し、備中半国を領有して一万貫を得たという。 天文年間ともなると、慶長やは、家督争いで大きく影響力を落としており、また、幕府職生も有名無実のものとなっている。少子の牽制を支えたのは、一門衆と彼らにつながる人脈であろうか。また、鬼別神社社務を司り、これにより、国内への影響力を行使しているようである。天文五年には、天子春久が、本格的に備中に侵入し、 国人衆を支配下に収め始めた。やがて圧迫に耐えられなくなった細川通政は浅口の力同じく野州家が所領としていたを馬軍へ逃れた。天文七年に天腰はほぼ備中を平定したが天文十年に吉田軍山城を攻めきれず兵を引いてしまうとその意向にも陰りが見え始めた。すると備中では少子の一族であるほ、 伊田実勤が三村氏と争いを起こした。三村家地下は毛利元成に助けをこい、これが毛利氏の備中侵入のきっかけとなった。毛利氏は貧乏平定を図り、天文十八年には神戸城を支配下に置いた。三村家地下もまた一門を急合し、次第に勢力を増していくのである。同二十二年に毛利元成、龍玄は茨に陣をせ、 吉川元春が出陣し、三村栄一家近を先陣に去るが狩場を攻めたが、ほ、伊田実勤は、勇敢にも城から打ち出すと、家江家を追い立て毛利勢に打撃を与えた。その上で、小氏は毛利氏に講和を申し入れ、家江家の子元優を、ほ、伊田実勤の養子とすることで、小、三村良氏の和睦が成立したのである。この結果び中の大半は、 毛利氏の幕下に入ることになり、いよいよ甘腰の勢力は限定的なものとなった。さらにこの頃備前の浦上宗影も甘氏に従う兄の正宗と田元は勝ち、対立勢力として毛利氏の庇護を受けるようになっている。ガッと打上に籠もる甘氏が毛利氏に降伏したのは A69 年のことである。永禄6年には毛利流が微中主語に任じられているが、 その後は誰も任命を受けることはなかった。やがて次第に、少子をしのぐ勢いとなった三村氏と、宇喜多直家との対立が深まり、永禄六年頃に、戦が始まった。宇喜多直家が、三村家地下を除いた手段は、鉄砲による暗殺であり、このことは、漁師の間に遺恨として続いた。永禄十一年、備中の軍勢が、毛利氏の九州侵攻に参加していた隙をつき、 うっきたなおいえが備中に侵攻した。毛利氏にも、大内氏になずらえられる方囲が生じたのである。中国平乱記によると、松山城の将、高助や西田城の植木秀ながらは、本領安堵を条件に降伏し、うっきた氏の幕下となった。また、甘腰の維持に山中康生は、織田信長の講演を受けると、放棄、出雲の毛利族城を攻め落とし、ついに、 合ス山戸田城を囲んだ。さらには、大友氏に支援された大内氏最高軍が、周尾へ上陸し山口攻撃を開始するに至り、毛利氏は、敗北の敵に苦しむことになった。この状況の打開に、元成は、大友氏との講和を図り、九州から兵を引き上げると、毛利元清を備中へ向かわせた。元清は、後月、織田、浅口の備中南西部を回復し、 諸兵を従えて、植木秀長が立てこもる最田城を攻めたが、包囲戦となるうち浮田直家の援軍と合戦となり、ほ、伊田実金は戦死、三村家近の子、元親も深手を覆い、元清は退却した。元気が安年冬、天腰の合算戸田城攻略は、失敗に終わるが、天腰と浮きた氏は手を結び、再び、備中を席巻した。新進、かが守る。 福井孫左衛門らが、毛利勢との戦いで落命している。元気2年6月14日、毛利元成は死去する。毛利元清は、微中中部で反撃を開始し、松山城を落城させると、元気3年に、先行のあった三村元地下を松山城主とした。微中の派遣は、完全に少子から三村氏に移ったのである。微中と備前の間では、 一心一体の抗争を繰り返していたが、将軍、足利義明、織田信長の命令に応じ和睦し、束の間の平和を得る。天正2年、将軍義明は織田信長との抗争に敗れ、毛利氏を頼り貧乏の共に出すと、信長討伐令を各地に放った。毛利氏と織田氏は対立し、備中をめぐる情勢にもまた変化が現れた。 浦上宗陰は信長にその地位を保全されていたが、主家と対立を深めた。浮田直家は、毛利氏に講和を求めると宗陰に反旗を翻した。信長は、浦上家中の内紛として、毛利氏に仲介を期待したようでもあるが、毛利氏は、積極的に、直家を支援した。この状況に、浮田氏に、遺根のある、三村元近は、小田氏の勧誘を受け、 結果的に同盟者の入れ替わりが生じた。直後に、毛利氏は中島大井之助から三村元地下無本の知らせを受けると、小早川高影を討伐軍の大将として、同年11月10日笠岡城に出陣した。そして総大将、毛利輝元は織田谷事後敷き、ここに、備中平乱と称される毛利氏と三村氏の戦が始まった。毛利氏、 宇喜多氏は協力して三尊制の諸城を攻め、12月には、猿が狩城を包囲し落城させると、毛利氏に従っていた、三村近重の案内で、国吉城を、天正三年一月一日に落城させ、ついで各諸城を攻め落とした。天正三年六月二日、ついに、三村元下は自陣し、備中に派を唱えた三村氏は滅んだ。そして浦上正宗の孫。 浦上久松丸を擁立した、うっ直たは、勢いに乗じて、浦上宗影を天神山城から針前放逐し、事実上の下国城を行った。この後尾中国では、高橋川を境に東をうき領とし、西を毛利領としたのである。天子、うっ川として、没落の浮き目にあった、少子一門であったが、備中平乱では、 毛利氏の協力者として何とか復権を果たし、少々氏は、コウツリベ城を、植木秀介は、サイ城を漁したのであった。後年に作成された、家フ等ではこの年に、毛利元清が、ホ田源玄介の養子となり、ホ田元清と名乗ったとされるが、元清自身の書状によれば、在城した猿係城のあった穂田号という罪名から、コーを名字としたと述べ、少子との関係を否定している。 天正6年7月には、毛利勢は、甲月城で、橋場秀吉、天子連合軍との決戦に及び、天子勝久、山中高生ら天子山党を滅ぼした。天正7年になると、毛利氏と小田氏の対立の最前線に位置するようになった、浮田直家は、毛利方と手を切り、橋場秀吉のもとに振った。以後、天正七年から九年にかけて、毛利勢は再三にわたって、 浮田寮に侵入し、備中押山合戦、備前八浜合戦、備前新川合戦、三正寺畑城合戦など、各地で浮田勢と激戦を展開した。昭将氏は、これら浮田氏との一連の退治において落命したようで、昭氏は歴史の表舞台から去ったのである。昭氏は、武士の交流期に、文国の守護代として、また官僚家の内氏として、意を示した。 しかし、細川氏の衰退後は、これに代わる権力の裏付けという点で確立が遅れ、同じ国衆である三村氏に権勢を奪われている。少子は戦国時代の備中に守護家をしのぐ脅しを張りながら、最終的には守護家と同様に、戦国大名へとは変貌できなかったのである。この点では、隣国浦上氏にも類似した行動様式があり、やはり長年にわたって培われた。 価格とでも称する感覚が作用した可能性もある。なお、植木氏は、天子、毛利、浮田と主家を変えながらも、所領の維持を続け、備中平乱の後は、毛利式家で植木秀介が、助ケイ城主に帰り咲き、慶長5年の関ヶ原の戦いまで維持したようである。小田勢との対峙は、備中に迫り、天正10年には、備中高松城の戦いが生じている。 この直後に、本能寺の変が生じ、お出しと講和した毛利氏は、秋、須を長と岩見、出雲、沖、備後、備中半国、宝紀半国を領する中国の大衆に、また、豊臣政権下ではご対廊となった。しかしその毛利氏も、慶長5年の関ヶ原の戦い以後に、傍聴に過酷に作法された。江戸時代の備中には、国持大名は存在せず、 小判あるいは治療地として分割領有された。ありがとうございます。